A のパターンね。A の循環コードは G の循環コード。なんで G が動いただけだから。G が動いただけだから。縦3本3つ。G が動いただけ。A は G が動いただけ。なぜ G が動いただけ。本当はこの指がここを押さえてこの指がここを押さえて届きませんじゃん。だからしょうがなくこれでやってますが、本当は解放のっていうのをこうやって押さえてるわけさ。で、私が G パターンをやらない理由は、まず手を、肘をこうひねります。手首をひねります。さらにねじります。そして開きます。これはあのちょっとお酒飲みすぎたんじゃないみたいなさ、だからやんないの。で、このミュートやってん時にそーっと触れてるわけ。一本でもいいで。この時にミュートしながらでも、ミュートでも音が出ちゃうわけよ。音が出るようにミュートさせんと。で、ミュートさせながらコードをちょっと聞かすのは、今 A マイナーやってんだよ。 A マイナーじゃない、この A マイナーがずっと来た A マイナーの形。で、ここで強弱が出る。コード進行をやりながら、その中のコードの中にあるっていうか、 G の中にあるG の中にあるドレミファソラシドを C を押さえながらドレミファソラシド、 A マイナーを押さえながらドレミファソラシド、 A マイナーを押さえながらドレミファソラシド、 G を押さえながらドレミファソラシドを入れてるわけ。基本は G で、 G の移動っていうのは何？あなたの声に合わせるってこと、あるいは聞こえた声に合わせる、音に合わせるってこと。それがこれで、これ F のパ G なんだよね。これわかる？これが G だから、どこ持ってっても G が GABCDEFGABCDEFGABEB ってなってくだけで、指の押さえ方は一緒でしょ。でもこの G が2個ずれると A、 もう2個ずれると B、もう一個ずれると C、 分かんない？ギターに向いてないかもよ。これはカラッカ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 ッホエーンって歌ってるわけ。歌わないと左手って動かないから。
歌わないと指動かない。じゃあ初心者のやるパターンをまた持ってやりますね。初心者はまずこうなります。 CAmFG7 っていう曲があったとします。他でやれよ。こういう G はできません。できません。こうやって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 かってできねえってバカじゃんって感じなんです。でもこれがね、何度も申し上げますが、小指短いじゃんね。こうやった時この幅狭いじゃん。この幅はこの幅、この後ろ肩をぐるっと押さえる幅、ここを使って押さえるわけじゃん。ここを使って押さえる時にここの幅が長ければこっち出てくる指が長いわけで、ここの幅が狭いとここだけじゃ収まらないから、こっちも使ってこっちも使って出てくるところがちょっぴりなわけ、ちょっぴりなわけね。これがギターの幅だったとす、ギターの幅だとすんじゃん。でこれ握ったとすんじゃん、握ったとすんじゃん。ここ、こんなちょっとしか出てこないじゃん。でもギターの幅がこんぐらいだったらね、同じギターだとするよ。手が大きいちっちゃいの話、同じこれがこの幅だったとするじゃん。でも手がでっかかったらこうやってこうやって握った時に届く届かねえ以前に同じ手でもこんなになっちゃうわけ、手がでっかければ。でさらに親指が長いとこれがここまで来るわけ。人差し指が長ければ人差し指も全部制覇できちゃうわけ。小指が長ければ小指も飛び出てくるわけ。ギターの竿から小指が届く、飛び出るってことは単純にこうやって飛び出るってことはこうやって一番上の弦を押さえられるわけ、こうやって。ところが指が短いと、言わっとこれだからここの弦をこういうふうに押さえようっていうのは物理的に無理なわけ。そうするとこうやって握ってる手をこういうふうに回してこないと、こういうふうに回してきてこういうふうにやる、それだけの話。これとこれが同じギターの幅だとすんじゃん。手がちっちゃいとこうなるわけ、手がでっかいとこうなるわけ。わかんない？人生に向いてないかもよ人生に向いてないと。人間だから、人生だから、そうさ自分の心になるべく素直、振る舞いたいだけ。おうおうおう、王様たちのハイキング、イエイエイエイ。これも Am-C っていくコードの中で、ラー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 って歌えば指が勝手に座って動くの。いきなりは動きませんよ。でもギターを初めてやる人のパターンやりますね。 CAmFG7 っていう曲があったとします。いろいろあるんだよ。How many roads must a man walk down、 これも CAmFG7 でしょね。ラレポップラレポポラレラレ
っき言ったでしょ、同じ CAmFG7 の中でも自分が歌ったように指が動かすと同じコード進行でも別の曲になるわけ。なんでドレミファソラシ7つ曲音ないから。半音はありますよ、半音はありますが7つ曲がないんだから。なんでだかわかる？コードに ABCDEFGHIJKLMN なんてないじゃん。7つ曲ないんだから、7つ曲。だからこれもそれどうやってやるのじゃなくて、歌いながらあのギター弾いてんと嫌でも興奮になるわけ。じゃあやりますね。 CAmFG7 の曲があったとして、それを初心者がだんだん上達していくパターン。まず初心者は C の指使いをやりますかって、だってホギャルでビーアンしてね、でようやっとこんな感じになるわけです。ミュートできるわけですよ。それがだんだん綺麗になるよ、なるようになるわけ。次に Am な、こうなるわけ。それがだんだんでなるわけ。で次は問題の F。もうここでさ、肘を曲げて、手首を曲げて、手首をねじると。俺には向いてないなってなるわけ。で、タイがギターやめちゃう。2本押さえればいいの、下2本。なんで？残ったところは残った指で押さえるから、こんなことしなくていいの。こんなこと。こんなことしなくていいの。手首まっすぐじゃん、まっすぐじゃん、一個押さえるだけだからまっすぐなわけよ。まっすぐじゃん、これまっすぐ、まっすぐじゃない二個押さえて残った指で F を押さえると、これ今なんかなんやったの？ G をずらしてた。なんでドレミファができるかったら、これ G だって何でも申し上げてますよね。 G の指使い、 G って何、これ、これって何、ここがド、これやったらここがドって決まってんの。なんで？そうやって作ってあるから、そうやって作ってあるから。だからこの G どこ持ってっても3つ目の上から2つ目はドってなってる。今見た？こうやってやってて小指になったら届かないと、こうやってやんないじゃん、なんないじゃん。これが小指が長かったらこうやってやんなくていいの、こうやってやんなくていいの。ただこうやってやってれば全部できちゃうの、届かないじゃんね、小指が短いから。あなたが小指が長かったら努力しなくて、え、バカじゃんお前、こんなのできないのってなるから。やりますよね。で、まずこうなります。CAmFG7 は。ここまで組むとストロークも
これはつまんないわけ。だって自分の歌いたい歌がダーラー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 って曲じゃないから、ラレパップラレパッポーラーラレラレラレパッって聞こえたら、チャッカチャッカパッカポッコピッコポッコパッって弾きはいい、カッカラッカカッカラッカカッカラッカってやる、カッカカカッカカカカッ、わかった、カッカカッもいいし、カッカカッカッ、CM はナイフ G7 ですよ。水泳はナイフ G7 ですよ。同じ曲に聞こえた、うん、補聴器買ったがいい。え、お前のどれでも同じに聞こえる、ごもっとも。その理由はこっちがってやってるから、こっちも変えないとダメ。でも初めのうちは全部これでやってる。一番聞きにくいのがで、そのうちそれが途切れずに、でできるようになりますから。その基本は、ララ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 ンって歌えば、手がララ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 ンってなる。歌ってないとララ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 ラなっちゃう。ララタタタラって押さえれば、ララタタタタってなるわけ。それだけのことだ。で、だんだんできてくんと、これアイヌズの G、いつも CMI の FG7 で、このこうやってなってんときは G がなってんの。だから基本は G なの。それが耳コピーなわけ。この G がこの辺なのかこの辺なのか大体わかるわけ。なんでわかる？ドレミファソラシ、7つきゃないから、音が半音もありますよ。この1オクターブ高い中のどっかに C でやれば、この1オクターブの中のどっかにその曲がありますから。で、前回かな、なんとか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 、4番目がG7 か E7 になってますから。この 2パターンです。4つ目が G7 か E7 になってますから。4つ目。まあ三拍子だったら三つ目ってことだね。で、マイナーの曲が聞こえたら、もう A マイナーを押さえちゃうわけ。あの、私の場合は C マイナー FG7 でやるから、マイナーが聞こえたら A マイナーを、あ、この辺だねって。でしたら、
マイナーが聞こえたら A マイナーを、もうちょっと低いこの辺かなってやっていくわけ。メジャーの音が聞こえたら C を、この C をね、ほんと C はこうでしょ、この C をカポしたね、この C を、歌うと同じコードでも別の曲になるの。なんだかわかる？ドレミファソラシドをどうしたらよかんべってもう別の音になってるでしょ。わかんない？ギターに向いてないよ、向いてない。耳コピーってそういうこと。例えばあの音楽のピアノがあるんじゃない？ドレミファソラシドって鍵盤でこうやってやったことになるじゃない。その時にドミソのドミソが全部ドドドだから、口で言った言葉はドドドでもドドドって上がってんじゃん。ドミソドミソラララソファファファミミミレレレドレミファソラシド。歌うと指が動きますから、歌わないとドド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 、あのね、木みたいでポク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 になっちゃうから。でもあのこうほら、なんちゅうのこういうさ、ドンツクドンドンドン、あれはこうメロディーがあるよ。木魚はあのメロディーないから、音が一個だから、ポク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 ね、たたきかでポッポクンポッポクンポッポクンポクポポクポコポポクはできんけど、ドンツクドンドンドン、これも音は一個だね。わかりました。わかんない。もう聞いてないね。何分。知らなかった。バカじゃんって言われちゃうよ。バカじゃんってやりたいの？いや、違います。僕はバカです。あ、そうっすか。ご苦労さん。じゃあ、ということで、いやいや、そうしよう。さよなら。